一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。井戸底におるあの忍び、特に枷などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく気力すらない。奴はもうただのふぬけよ。君櫓の扉はちゃんと閉まっておる。閉まっておるが、壁の穴はそのままにしておるぞ。ああ、そ、穴はが…よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。
表を上げよ。くさび丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。御意。狼よ、もう一つそなたに受け取ってくれ。薬水の表、これで傷は。さて、そなたのから、そのあの世のこと、はい、いや、今は御意、堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様よりそう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら、そうだな、葦の羽笛で合図をくれるか。ほら、昔その音を。Oh!
狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出て、いずこまずはアシナ、あるいはそなたを御意か。はいや、さあ久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は すまぬ。お任せを。邪魔立てするか、巫女の忍びを。
芦名源一郎、お前ジン、忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。その優しい顔のまこっちとが己の内いかい、そうい、
前さん、その目、刺し爪、忍に敗れた狼といったところか。言えぬ。わしは仏を掘らなきゃならん。お前さんは何故俺はここにいる。ただ拾ったのよ、屍かどうかもわからぬものを。野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた。お前さんを拾ってから随分経つぞ。そうか。じゃが主の主はまだい、アシナの城で囚われとなっている。だがお前さんを見る、この左腕、俺に何をした。そいつは忍び義手、石腕の狼には仏を掘るには無用でな。お前忍び、そいつは忍具を見つけたら。忍具だと。そうか、このからくり。察しがいいな。忍具を持って、そうすりゃ、生きな。巫女様の血が利用されるとは。わしも竜、そう呼ばれる主の主。それゆえ付け根、お前さんの体、お前さんもそうじゃが、この荒れ寺を出て妙日が、
まことに息を吹き返したのですね。竜子の目でし。何者だ。エマと猿お方に仕えるクスシ。猿お方とは。すみませぬが、ただそう仰せ、信用ですが、私あなたがもそれはクスシとして。この氷炭。はい。あなたが譲り受けて気づいているかもし、この氷炭の薬水は尽きたとて、クスシとして氷種だ。はい、薬水は新たな手にわ。では狼ど、では手に任務か。ああ、忍び騎士は任務を仕込むことで、その牙は形を変えることができるようになる。仇た仕込んだ任務が増えるだけ、敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方をも。そういう。ず、いつどれ貸してみろ。そいつには、
そこもと、うん、うん、だが腕ある忍びの、うん、そこもとよ、ぜひ立ち会ってもらう。そこも見事、それがしようか。お主を死なず、あるいは死ねぬ。そこもとは、うん、ずいぶん、そこもそれがしを使い、刀、お主の死、死ねぬ体よ、どうじ。承知した。よし、刀を振らば。力ばま。まだまだ。さらに参るぞ。良き立ち合いだった。また来るがいい。この戦、果たして勝てるものかのう。どうにも悪い予感がするのじゃ。何を弱気なこと、両親とは言い加えて。おう、助かる。おうて。
目覚めたようじゃな。いいんがよの。なかなかに死にきれぬようじゃ。
い。Ah!
Zoom.
Yeah!